最初はグーじゃんけん、ほい。やったね。うん、まあまあいいよ。終わり。はい。終わり。よいしょ。よし、終わり。終わり。うっす。よっと。カモピピメ、ハピティルポ。うわー、さよなら。まあそれだね。で、終わり。なんか、まあまあ物騒な手暮らしてたな、あれ。うん、かなりサティが高かったよ。よっす。指向性のテストだ。これが3マナ、ハッター、ハイパー化して殴ります。よっこいしょ。これかな。で、詰めるか。詰めよう。高い。はい。よいしょ。2体目。うん、強い。で、ダブルブレイク。コブラ。よし、パーツよ。で、2枚墓地肥やして。まあ、トリッパーじゃない？トリッパーがいる。いや、知らないから。剥がれる。なんだ。はい。で、終わり。いや、このカード強すぎか？ヒート。あー、強。1、2、3、まあまあ難しいと、ヒート持ちます。はいっす。じゃあ1枚置いて、してで、ここに封印ですね。はい、で、でハッターで死にます。まあ、もう捨て毒な気するな。うん、こいつが今度封印で、もう一回剥がれまで。テスターいると封印外せないんだよねーって思ったら、なんかすげーの来たー。いや、強ー。傍若の果汁みたいなカード。やばい、それこれはやばいぞ。アタックするときに、ここ対象めくれると。シュッ。でも、Sじゃなかったらいいわ。確かに。よいしょ。あ、う、あ、え、ちょっと待って。 SA コマンド出せばいける。うわ、キモ。来た、カモンピッピー。カモンピッピーで、はい、流星解散して、なんとコマンドなんですね。封印が外れます。えぐ、うん、うえ、ドキになるな、それだ。タリン、お、タリ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 、出てこない。出てこねえんだ。エレメント対象や、こいつ。いやー、うわ、なんか出ねえんだ。強すぎだ。まあまあいい試合するんだね。最初はグーじゃんけん、ほい。イエイ。お、違う、終わり。入れてきます。はい。よいしょ。おー、強すぎて感動しちゃう。いけ、マジシャルピア、アリスルピア、それ2枚だろ。まあまあ、そこまではね、いつも通りですよ。どうですか、これか。うん、メンデルソンの死は、だいぶ熱いぞ。いけ、こんなもん早詰めしてみる。あー、まずい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 。いけいけ、アタックするとき。シュッ、きたー。まあ当然ね、バルピアする、バルピア。はい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 。あ、ダメだ、これ、すぐ死ぬ。そう、死ぬ。意味ね。封印外せる。あ、封印外すか。一番外すと価値がある。で、まあ当然ね。はい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 、よくこいしょ。はい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 。あー、もう強すぎる。マジシャンルピアの効果、1枚セル2枚だろう。はい、でん、おお。止まった。おりやん。で、ここ対対象にとって残して終了時で、身代わりでここにして、終了時の身代わりここに、そっちを殺した方がいい。追加ダウン。はい、埋めなしでいいな。で、クラウラッティ、はい、で、アダックするとこれ対象にくれる。うん、強いな、それ。シュシュシュ強すぎだろ、お前。人類最強。はい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 、はい。あー、終わった終わった。カモンピピア、じゃあ一番嫌だからこれにしとくわ。はい、カモンピピの効果。絶対勝ってる。はい。やばーい。うわー、助けてもらうとまた意味ない。グレーンアイラがさ、こいつのせいでバニラになるんだよな。一応出すわ。うん、はい。で、封印解きながら死にます。はい。で、このターンはまあ一旦エンドリーは。で、終了時この3体死にます。おー。わかんないけど。うん。はいはいはい。ドラゴンだ。終わり。よし。で、あとね、このターンちょっとやりたいこともあった。で、いらない、うん、出して、ここ寝かせてハイパー化できたら、うん、1点いくとき、よいしょ、はい、おー、カモンピッピア、うん、強さらしてこれ出しとくわ、はい、ハイドラディユーザーです、1点負けました。で、やりたかったのこれ、革命チェンジ。えい、これで革命で傷だけ。うぜぇ。ダクタダック。なるほどね、うん、あ、ブロックされないか。そうそうそう、ブロックされない。面白いね、うん、最初はグーじゃんけん、ほい。よし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 。シロンドローしました。しないっす。埋めて終わり。はい、ロジュニアメでコンプレックス、終わり。はい、弱い。黒弱いっす。終わり。黒すぎる、単体指示。よいしょ、ドロー。ベルゲルームメでアイロンパイロン、うん、手から1枚捨てて破壊。え、破壊。うん、強いでしょ。板死んだから下に1枚入ります。はい、で、終わり。ドロー、終わり。おー、はい、単体指示。よいしょ、いけ。ザンバリ埋めて無限クライム、ターボ超復活の日。はい、横やし。おー、つわー。こいつは今までベルベレール2枚くらいし、はい、これで終わりっすね。はい、白単色無理だよな。もらったわさ、もう入ると白単色だいぶ絞るからね。はい、パッカー、おいっす。立て、はい、1、2、3。おー、弾当たりか。いやー、まあもらうか。もらいましょう。よっこいしょ。はい、あー、おっと、うわー、辛い。いやー、それ辛い辛い辛い。いや、ここの2点ブレイクはもらえなさそうだな。ブロックします。お、死んだんで1枚。よいしょ、はい、で、ターン開始時下に1枚、よくしょ、ドロー。ピキーン、ひらめいた。うわ、ザンバリ埋め、ザンバリ1枚捨てます。はい、ベルゲルエールでここにアタック。ボガーン、出ました。下に1枚入れます。
アイロンパイロンでここにアタック、うん、ボカーン敷きました。下に1枚入れます。墓地、うん、の D、 うわっ強っ。で縦にガードストライクあったら死ぬけど、これでガードストライクでここ止めたら OK か。そう死ぬ。頼む頼む、外れ、頼む、ゲッゲッ、大当たり、うん、おおわあ。とりあえずこれが止まったか、はい、止まりました。いやー、でも一応死んだから破壊の儀は使えるんだよね、このタイミングで、うん、破壊の儀は使わないで OK です。終了時に手札の儀、ジュアル召喚ね、うん、ジュアル召喚で、これあれか、コマンドめくればいいのか、よっこいしょ、はい、終わりです。よし、おっし、アップね、おっし、3体死んだら終わりね。そうゴーステップ、2体目ワルピアタック時で、アリスルピア、うっす、1、2、3、お祭りやん、よいしょ。で、痛い、いやー、でこれは、5体破壊する効果使うとこれがジェロンがいっちゃうから、るから、はい、でペイルピアはドラゴンなので、あ、多分くじパラレル革命チェンジで、これは正直に行くのかな。そうそう、はい、で手札1枚捨てて、うわ捨てたくな捨てたくないまま行った、うん、3点、3点、ありがとうございました。死んだ、よし。さて、今回紹介するのはこちら、ディーガファイアバードですね。はい。はい、オリジナルに引き続き、アドバンスでも大活躍と。こいつがすごくてね、なんとアドバンスでも関東首位まではいかないけど、かなり上位の方で頑張ってるとのことらしい、ね。まあ、ティア 1.5 と言っていいぐらいの力を持っております。最近のデッキ、素の出力が高いから、アドバンス1がとかいろいろ1っても勝手に戦えるようになってたりするんだよね。うん、まあ、これもほとんど変わらんすね。ファイアーバード、これ入れるだけで完成しちゃうぐらいだな。他全部一緒だもんね。そうっすね。うん。ということで、まあ、今更別にファイアーバードのね、カード裁判なんか話すこともないので一応カモンピッピについての話だけしておきますか。そうですね、はい、ということで、カモンピッピ4枚入りましたが、こいつが、登場時に2つのモードを選べるクリーチャーで、うん、1個目がコスト3以下のファイアワードのサイドクリーチャーを2体バラまくっていうもので、うん、選択肢ここ1通りですね、うん、が出せるっていうのと、もしくはコスト6以下の火のクリーチャーを出せるってことで、この中から大体出せますっていうやつですね。なるほど。カモンピッピの強いところ丸1が、まずバルピアのその追加ターン取るときの頭数確保があって、うん、カモン出してでここ2体出して、うん、ファイアワード3個並ぶってことで、おおすごいね。アイスルピアとほとんど同じような働きができるっていうのもあるし、バルピアタック時カモンでもう3体か。そうそう、おーすげえな。でなんならアイスルピアからも出るからね、こいつが、うん、あ、アイスルピア減ってんのってカモピピで似たようなことできるからみたいな話。そうですそうです。ああなるほどね、うん、とはいえ先3でハッタルピアからカモンピピ出して流星ガイド出したら、そうそうそう、もう相手2マナしかないから大体何もできないっていうかね。 それでも強いですよ。それが強いとこ丸2でハッタの当たりでもあるんですよ、こいつが。そうだね、先手3ターン目にハッタ出るだけでも強いのに、なんか流星ついてきてるやばいわみたいな。先3で流星ガイド出てきたらダメだよ。だってギフトミランダだもんね、やってること。これ前人未到2回転通りねえかな。ワンチャンなんかそんぐらい強そうではあるけど、ね、まあ、そうね、結局3ターン目に出てくる流星ガイザーがダメで殿堂入りしてるから、うん、カモンピッピ3ターン目のなんかギフトミランダよりもひどいからな、これがいるから、うん、まあ、圧倒的にひどいよね、うん、ハッターってバカついとるやん。ということで、まあ他なんか説明するとこあります。例えば超次元のドイラゴン X とかは、まあ、超次元はいろいろあります。例えばファイアバードのこの部分の選択肢とか、まあ、今回入ってるところで言うと、まあ、サコンピッピにしてる理由なんですけど、パワーが高いんですよ、まずこいつは。確かに、うん、アドバンスでバイクいるじゃないですか。あ、そうだから、そう並べた時にブラックゾーンのサワーをラインをずらせるんですよね、こいつは。なるほどね、これ優秀ですね。頭数を用意しやすいんですよね、コストパワーが知ってると。なるほどね、はいはいはい、そういう理由でパワー高い方が結構いいかなと思ってサポにしてるっていうところがあります。なるほど。ガチンコピッピは正直ここの部分はこれにいるんだったら正直何でもよかったんですけど、コスト2で統一してたまにいるゴスペルでオリオティスジャッジに当たらないようにしてます。あー面白いね、うん、それが一番なんか良さそう。そう、ウコンピッピとドラゴニックピッピの2つは両方3コストなんで。確かにね、ハッターで出た時に当たっちゃうもんね。そうそうそう、もうハッターかもこいつは全部一気に面白いね。なるほど、それはいいですね。環境的には結構俺これ派だな、うん、じゃあ。ドイラゴン X は3枚も使うんですか、うん、あれだけ割った方がお得かなと思ってて、うん、なんかその話聞いてるとさ、別にここ1枠をさ、ここの3枚目にしてもいいかなと思ったけど、まあそれでも全然いいとは思います。なるほどね、うん、じゃあまあここがまあ選択になってくるのかなって感じか。そうっすね、はいはい、OK です。まあ、最低でも1枚絶対入れた方がいい。まあまあ1は絶対いるよな、うん、1入れないといけない理由はクイーンルピアで。そうですそうです。こいつからここにパラレルチェンジできる、うん、まあ2あればね、多分3枚目することないだろうな、うん、あ、なんか天文とかも一応いたりするから、こいつが3枚やると1回もブロックされずに3体で。ああ、そういうのあんのか。ああ、じゃあまあ分かるな、理解しました。まあ一応ブロックされないやつだけでリーサル作れるようにってことで、こんだけやればあったりかなるしようってことで入れてます。なるほど。はい、ということで以上デガファイアバードでした。まあオリジナルでね、ファイアバードのデッキ持ってる方多いかなと思いますので、まあ気軽にねカモピッピだけ買ってアドバンス体験してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。